どうもお疲れ様です。どうも今日はお忙しいところありがとうございます、はい、すいません、はい、お忙しいところ激励いただいて恐縮で。いいえ、どうぞよろしくお願いします。もう大変なあの離島されて、苦労も多いことだと思います。まあ、自民党の仲間たちはですね、やはり、まあ、いつも純ちゃんと呼んでるんで純ちゃんと今日は呼ばせてもらいたいんですが、はい、やっぱ純ちゃんが党で果たしてきた役割、政府で頑張ってきた成果、多くの人たちが評価をしていて、ぜひ自民党としてね、頑張ってもらいたいとみんなそう思ってますから、ここは大変苦しい戦い、選挙になると思いますが、ぜひ本当に歯を食いしばって頑張っていると思いますが、勝ち抜いていただきたいと期待しています。はい、ありがとうございます。実際には地元を歩いている時間が多くなりまして、いろんな意見いただくんですけども、特にやっぱりコロナのことについては皆さんが非常に神経質になっていて、横浜などは若い方々がそのワクチンをいつ打ってもらえるのかという、うん、その予約が取りにくいというようなことでも問題が起きてますね、うんうんうん、これからどんな対応をして国民の皆さんが安全で安心でいられるかということを早く醸し出していかなきゃいけないと思いますね、うんうんうん、多くの国民の皆様はですね、一体いつまでこの状況が続くのか、本当に不安な気持ちの中で我慢をしておられる。その皆さんの気持ちにですね、私たちは正面から向き合わなければいけないんだろうなと思いますね。で、私たちはどのようにこの今の状況に収拾を打つか、明確に示していく必要がある。まあ、それはやっぱりワクチンと特効薬なんだろうなと思いますね。もう松本さんは、厚生行政、医療分野、まあ、専門家として、ずっと活躍をしてこられましたし、まあ、こうしたパンデミックにも早くから警鐘を鳴らし、やっぱり国産ワクチン、これをしっかりと確保すべきだ、とこうおっしゃってましたよね。はい、そうですね。大変重要で、日本人、この国民の命を外国に委ねなければならないということがもうまさに悔しくてしょうがないことで、で、研究開発も能力が十分ありながら、そのシステムができてないために、実は結構歴史があって、SARS、MERS、新型インフル、まあ、こういったことで過去繰り返しやってました。たまたまパンデミックにならなかったということなんですが、なってみたら弱いところが全部出てきまして、まず司令塔ですね、予算も持ってこうしろということが指示が出せるような体制を組むことと、から日頃の産学官の連携をしっかり取ること、また地方自治体との連携というのは大変大事で、いかに上手にそのワクチンを届けることができるかなど、これは想定してなかったことをやんなきゃなんないということで今混乱してます、はい。まあ、今回私も何年8ヶ月政権を担ってましたから、その時の反省も込めてですね、まあ、今回、菅総理相当頑張ってですね、100万回1日100万回無理だと言われたんですが、総理のリーダーシップでですね、100万回突破して、多い時は160万回行きましたね。でもしかし、それが当初の予想よりも、打ち手も確保して、会場も確保して、ガーンと進みそうになったんで、実は両自体のですね、供給が間に合わないということで、大変国民の皆様にもご迷惑をおかけした。なぜそういうことが起こったかということはですね、それはやっぱり、国産ワクチンではなくて、同時に海外の例えばファイザー製、モデルナ製であったとしてもですね、日本で生産できていないという問題なんですね。そうです。ですから、とにかく日本で生産する。これは相当の、思い切った予算の投入をしてでもですね、それをやらなければいけない。先般、新ワクチン戦略ができて、それをやっていこうということが
6月の末に決まりました。 あまりです報道されていないので、うん、ご存じない方も多いかもしれませんが、と同時に、お薬もだんだんいいものができてきましたね。薬事承認までの期間をもう短くしなければなりませんし、こういう時ですからね、うん、そして特効薬があればみんな安心できますから、早くそういう状況を一日も早く作っていく、うん、そうですね、そのためにもですね、ぜひ松本さんにも今までの経験やですね、知識を生かして頑張ってもらいたいなと、はい、思います。全力で、はい、もう自分のライフワークとして、この課題には取り組みたいと思ってます。まあ、あとその後ですね、はい、経済がどうなるのかということでの心配もされていらっしゃる方が多くいますよね、まあ、ウィズコロナなのかコロナゼロでやっていくのかという判断はなかなか今難しいと思うんですが、まあ、経済はこの人流をはじめとしてこう物や人が動くことができるような環境がまずできて、少しでも元の暮らしやなりわいということに戻れれば、少し安心してもらえるんじゃないかと思うんですがね。まあ、経済においてもそうなんですが、やはり大切なのはこのワクチンとですね、そして特効薬をしっかりと、開発生産、そして皆さんに使っていただける医療体制、整備をしてですね、この状況に終止を打っていくということと同時にですね、経済相当の打撃を受けました、うん、そして皆さん本当に我慢して大変だったと思います。政治における、まあ、経済分野においての最大の責任はですね、雇用を守っていく、うん、ということだと、思います、まあ、そのために、昨年、まあ、第一次政権においてはですね、事業規模で230兆円を超えて、その政府財政支出120兆円を超えていくですね、大規模な経済対策をやって、先進国の中でも失業率を大変低く抑えています。でも長く続くことによってですね、大変厳しくなっているなと思います。ですからここはですね、思い切った財政出動が私は大切だと思っています。昨年は、57兆円国債を出して、それは全部日本銀行に買ってもらいました、うん、最終的にですね、最終的に、ですから政府日本銀行でもう一回ドンと行く、それは真心の台に付けを回すと批判する人がいますが、それは間違ってます、うん、全部、日本銀行に実は背負ってもらって、日本銀行は政府の子会社でもありますから、まあ、連結決算上は、債務でも実はないんですね。でインフレになったり金利が上がったら問題です。でもそんなことは起こってませんから、今はやっぱり雇用を守る、就職を控えた高校生大学生の皆さんにとって就職氷河期のような時代を絶対に作ってはならない、うん、人材が活用できない国家大損失ですよね。ですからそのためにもですね、今度はしっかりと思い切った大胆な異次元のですね、財政政策を進めていきたいと、思います、はい、そのためにもこの選挙、純ちゃんも含めみんなで、勝ち抜かなければならないんだろうなと、思いますね。